皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。2021年3月21日、東山紀之さんがメインキャスターを務めるテレビ朝日系サンデーライブに生出演。俳優の草薙剛さんが第44回日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞を受賞したことを祝福しました。番組では草薙さんが主演を務めた映画ミッドナイトスワン内田英二監督での公演が評価され、最優秀主演男優賞を受賞したことが紹介され、草薙さんが受賞スピーチで、マジっすか、一人一人の人生がよりよく自由に全うできるような、そんな作品作りと人と人との関わりの中でこれからも自分の人生を全うしていきたいと思いますと語るシーンも VTR で流れます。VTR を笑顔で見守った東山さんは、強し、よかったね。最近、結婚もされて、今、大河も出てるでしょ？と、後輩の活躍に笑みを浮かべながら、人生、乗ってますね。歌の通り、オンリーワンになってきましたね。存在が。映画も素晴らしいらしいんで、と、SMAP の名曲、世界に一つだけの花の歌詞になぞらえ、快挙を称えてくれました。少年隊の東山さんといえば、草薙さんにとって、小学生の頃から憧れていた特別なお方です。昨年10月2日放送のぴったんこカンカンスペシャルに出演した草薙さん。デビュー前の思い出の場所を、安住紳一郎アナウンサーと一緒に巡りながら、少年隊に憧れてジャニーズ入りした話を懐かしそうに明かしていました。ジャニーズ事務所から連絡をもらい、初めて東京に来た際は、少年隊に会えると思っていたんだそうです。ところが、周りにいるのは同年代の子供ばかり。ずっと少年隊を探してた、一日と初日を振り返った草薙さんは、レッスン後、ジャニー北川さんに青山に連れて行ってもらい、アイスをご馳走になったそうです。ところが、僕は、少年隊と会うために来ている、と、目的は、あくまで少年隊に会うことだったそうで、アイスを食べながら、ジャニーさんに向かって、おじさん、少年隊に会ったことあるの？って聞いたんですよ、と驚きのエピソードを明かしていました。また、東日記と呼び合う仲だった、小学校の同級生と約30年ぶりに再会し、少年隊ごっこをして遊んでいたエピソードも明かしていました。最後に、ちょっとだけ、当時の二人少年隊を再結成し、懐かしそうに披露していました。東山さんの存在がなければ、もしかしたら、今の草薙さんはなかったかもしれませんよね。そんな東山さんからの温かいお言葉、草薙さんもさぞかし嬉しいでしょうね。奇遇にも、現在、大河ドラマ、青天を衝けでは、奥様とも共演されてますね。ここからは、ネットの声をご紹介します。ジャニーズの大先輩の東山さんからの祝福は、草薙さんも嬉しいと思います。草薙さんの受賞報道が制限されるか、などの不安を吹き飛ばす扱いで、ホッとしました。さすが東山さん大人です。存在がオンリーワンだなんて、最高の褒め言葉ですね。草薙さんもですが、東山さんも素敵な方ですよね。アカデミー賞最優秀主演男優賞、素晴らしいことです。でも、各局その映像は、短くひどいところは、草薙さんの部分をカットしている番組もあった。タレントさんも笑顔で見ているが、コメントは控えている。こういうのを見ると、テレビ局は、まだまだ、ジャニーズ事務所に気を使っているのだろう。そんな中、ジャニーズ事務所でもある、東山さんのコメントは、素晴らしく感動しました。これが当たり前なのだろうが、立派で勇気ある発言だったと思います。他人行儀に草薙さんと言わず、ちゃんと後輩扱いして、強しと呼び捨てにしてくれたことが嬉しいし、日テレで放送された日本アカデミー賞ネタをテレ朝の番組で取り上げてくれたことも嬉しかった。少年隊に憧れて、ジャニーズに入所した草薙さん。東さんからの褒め言葉は、とても嬉しいと思います。ジャニーズ事務所所属、退所関わらず、自由に交流できる業界になってほしいです。東くん、昔も今も、常にかっこいいです。
草薙じゃなくて強しと呼んでくれてるところにジーンときました。いつかまた共演できたらいいな。東山さん、ありがとう。草薙さんのアカデミー賞最優秀主演男優賞受賞というおめでたい出来事をちゃんと取り上げてくださって嬉しいです。しかも素敵なコメントも。同じ事務所の近藤さんの不祥事の時は苦言を呈し、今回は違う事務所になった後輩に祝福を表す。東山さんのフラットな言動、素晴らしいと思います。東くん、コメントくれるかなと思って、番組録画しててよかった。少年隊に憧れてるから、何より嬉しいお祝いコメントだと思う。曲も違うし、コメントないかなと思っていたら、まさかの素敵なお言葉、嬉しいです。ジャニーズも変わってきた感じで、これから共演とかあるといいですね。やっぱりジャニーズ事務所の長男は、東山紀之さんで良いんじゃないですか。近藤さんとは器が違いますよ。努力家ですし、たまに家庭の話も聞くとほっこりしますしね。コメントしてくださって、絶対に草薙さんも嬉しいですよね。草薙くんがジャニーズに入ったきっかけが少年隊。憧れていた人が東山さん。その方に祝福されて嬉しいだろうな。これをきっかけに、いろんなしがらみがなくなりますように。東山さんに憧れていた剛くんにとって、最高の褒め言葉になったね。私たちも、東山さんの温かい言葉に嬉しくなりました。まず、地上波の番組で二宮くんと並んで立っていたことに喜びを感じたし、おそらくワイドショーでもコメント無視されるのかと思っていただけに、事務所のトップでもある東さんのコメントは素晴らしいですね。いつか、現ジャニーズ事務所の人たちとも、裏事情とか関係なく共演実現させてほしい。対処者に対しても、こんな感じで普通にコメントできる方が、事務所のイメージも良いと思うけど、東山さんくらいのポジションじゃないと無理なのかな。強しって言ってくれる東山さん大好きです。大河も見てくれているのか、活躍をちゃんとコメントしてくださって、ミッドナイトスワンもぜひお時間ある時に見ていただけたら嬉しいです。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。